はい、皆さんおはようございます。プレイバック沖縄副音声の旅でございます。今回からはゲストがイナジエのみとなってます。どうも。サトマインドどこ行ったんですか？サトマインドはね、多分もう今デートしてんじゃないの今頃。あ、いつこの野郎。やらってねえ、やさぐれ男3人のはずだったんだけどね。サトマインドは今頃デートでもしてるんじゃないかななんて思ってますけれども、はい、本日はですね7日目はい7日目ということで、これどこ行くのかな。いや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 、もう忘れてますけどね。どこに2人で、あ、沖縄世界遺産中部編かな。はいはい、かな。適当ですね。こういう時に里前に来るとこスパッとこう突っ込んでくれるんですけど、今日は。あ、そうだね。何やってんだお前という突っ込みが来ると思いますが、はい、まあ本日もこんな2人でやっていきますんで、はい、まあダラダラとですね、ダラダラと副音声でもやってみたいなと思ってますが、はい、まあ、まだ分かりませんね。まだ CM が入ってますから一体どこに行くのか。もう思い出せませんもんね。12日間も行ってたら。そうですよね。何日目にどこに行ったかなんてね。ワクチンです。いや、最近は何してましたか、ね、は僕は最近はでも あれですよ、電動車椅子サッカー1本ですよ。あ、そうだね。まあ実はね、今日は5月4日ですけど、ゴールデンウィーク真っ最中、ゴールデンウィーク真っ最中ですけど、昨日はね、はい、もう炎天下の中電動車椅子サッカーをやってきたと。顔が黒いって、もうね、ものすごい日焼けしてね、肌がヒリヒリして痛いんだよね。パッと見沖縄帰りに見えなくもないです。わ、確かにこの日焼けは尋常じゃないということですね。これということで、あ、これはちょうどね、アメリカ軍の基地の隣を走ってるとこかな。はいはい、はい、カデナですかね、カデナ基地。どこだったかな。ではない。まあまあまあ有名な基地ですよ。うん、有名な。やっぱり適当だ。まあでもこうこの風景なんかはね、非常にこう、あ、そう、よく今気づけばですね、はい、多分沖縄初の快晴なんじゃないかっていうですねぐらい晴れましたね、7日目にして。大体これぐらいからちょっと晴れ間がちょこちょこ出てくるんですよね。あ、これから、そう、これから後の旅はもう雨男挽回ですから。ね、前半は雨ばっかりでしたけど。ここからはね、あ、そうだね、世界遺産巡るんだ。ザキミ城跡に、はいはい、行ってまいりました。これね、ザキミ城跡っていうのも世界遺産なんですけど、はい、無料です、これも。おお、これね、ここでもね、本当に無料なんだけど、はい、でそんなに広くはないんだけど、はいはい、むちゃくちゃいい場所。ここはね、ぜひ行っていただきたいですね、はい、沖縄に行った方は。景色がいいとかっていう。景色もすごいいいし、このなんて言うんでしょうね、やっぱ世界遺産だけあって風情がありますよね、はい、城跡が、はい、こうかっこいいもんね、こういうの。でちょっと上登るとこうやってね、沖縄一望できるわけですよ、はい、ね、海岸線を。晴れててよかった。そう。晴れててよかったねっていうね感じですよ、これも。ね、ちょっと黄昏れた映像なんか撮っちゃりして、いやー、やりますね。黄色が映えますな。映えますね。これでもこういう絵が撮れるっていうですね、場所なんですよ、無料で。ちょっとしたなんかショートムービーっぽい。ショートムービーっぽいですね。イメージしましたね。でも役者がイマイチでしたね。はい、こんな、こんなことやってんだもん。こんなことやってんだもん。ね、やっぱ笑いは忘れませんでしたね。せっかくこう感じのいい、やっぱこう、まあで噂のね、電動車椅子とか、今鳥さんと二人で頑張ってます、これ。そう、雑誌もね、ビッグウェーブっていう雑誌も作って、はい、ですよ、皆さん買ってくださいよ、はい、雑誌ビッグウェーブね。これ雑誌買うだけで社会貢献なもの。そうですよね、あなたの一冊で僕らの命が救われるわけだ。命ですか。大きく出ましたね。本当だよ。大量にね、やっぱ売れていかないと、ね、ステンド車椅子作家も広まらないし、うん、っていうね。月間毎月出てますからね。そうそう、毎月出てるから、はい、ね、ホームページの方チェックしてもらって、ね、はい、最後にアドレスが出る。アドレス出ますよ。はい、http コロスラッシュスラッシュ bw.fukushi.com。 あ、これ間違えてますね。これ福祉、福祉の広場なんですけど、まあ、福祉の広場からでもリンク貼ってあるんで行けますから、ね、ぜひ行ってみてもらいたいなと。ね、です、これさっき、さっくりザキミ城跡が終わりまして、はい、さっくり。もうね、多分これ7日目なので、はい、これ僕は12日間分のね、ビデオをね、こう編集していくわけじゃないですか、はい、やっぱりね、後半に行くにつれてね、だれてくるんですね。
この後見てるとだんだん分かる。最初はなんか気合い入れてこういろんな会話の吹き出しとかね、いろいろつけてましたけど、もう後半に行くにつれてね、どんどん少なくなってきますから、そういう編集もね、ものすごいざっくり感が出てきますから、あ、こいつ編集に慣れてきたなというのがもう見ていただければ分かるんじゃないかなと思いますね。で次も、多分世界遺産、あ、世界遺産、また同じ勝連だったかな、勝連城市、勝連市の城の跡、城跡だと思います。沖縄でも城がいっぱいあるんですね。そうそうそう、城がいっぱいあって、なんか昔そのか、まあ、簡単に言うと沖縄、沖縄の中に3つの国があったみたいな時代があったそうですよ。これまさしく沖縄三国志時代ですね。沖縄三国志、うん、南山王とかですね、北山王とかですね、中山王とかいうのがあって、まあ、それのやっぱそのお城があったわけですから、それの城跡がたくさんあると。なるほど、ね、劉備孫権、そうそうそうですね、劉備孫権、そうそう、いやー、もう男の子はね、三国志好きだから、そうですよ、それ言っときゃ分かるかなみたいな感じですよ、ね、じゃあ一体どこが曹操だったのか、どこが劉備だったのかは皆さんが沖縄の歴史を調べてね、それ当てはめてほしいななんて思いますけども、ねえ、さあ、あ、さっきのトークです。これあれですね、さっきのザキミのところはすごいいいとこだよという話をしてますね。なるほど、カップルで行ってもいいんじゃないかと。行きたいね、カップルで。この日は男2人男2人だよ、この日も。でも毎回そうですよね、毎回そうだよ、大体男しか出てこねえんだ、男の旅ですよ、ね、男の旅だよ、男しか出てこねえんだ。いや本当にね、こういうとこに彼女連れてきたいですね。だからたまにこの、 あのティナが出る回はこうなんかちょっと華やかですよね、やっぱ。そうですね、あの、うん、で、まあまあまた後で喋りますけどね、はい、もうティナが出てくる回はですね、僕も楽しいと。やっぱそうですよ、ね、そうですよ、今までで、ね、男ばっかりで、枝まで女性とね、うん、デート気分ですもん、ね、撮影とはいえどデート気分、逆に撮影したくないぐらいな感じですか。なんでカメラ持ってんだっていう、そうそう、その日は普通にデートしたいよねみたいな感じですからね。あ、これはまあ勝連も出てくるのかな、この回で、今から行きますよと。で、 T シャツの CM ですね。これちょこちょこで CM、 ちょこちょこ CM 入れますから、CM、これは大事です、はい、大事ですね。このトリマインドットコム T シャツもですね、あの、はい、これも旧バージョンの CM になってますけど、はい、今もうまた新しいデザインでですね、3種類ぐらいリリースしてますんで、はい、あの、これもまた買っていただきたいなと、はい、ね、2008年のテーマ Life is Wonder がですね、はい、こう大胆にデザインされた T シャツが、はい、できてますんで、ぜひ皆さん買ってくれと。トリマインドデザイン、トリマインドデザインですね、トリマインドデザイン、あ、到着しましたね。あ、こちら勝連城址でございます。勝連キャッスルサイト。今読んだだけですよね。いや、でもやっぱ外国人も来るんでしょうね、いっぱい。いやいや、いっぱい来ますよ。そして勝連城址に行きましょうというところで、あ、なるほど、あ、このエンディングね、次回見なきゃみたいな、そうそうそう、次回見なきゃ見なきゃっていうのは煽りました。まあ、ただ何人見てるかは不明ですけどね。うん。いや、さあ、そういうことでね、はい、城跡巡りみたいなもんですね、あの7日目は。はい、まあ、一体どんな城跡が、もうちょっとね、予告編では見えてますけど、晴れ間だ。まあ、こういった城跡がね、出てきますから、またいい景色がこうやって見れるわけです、皆さん。いや、もうこう5月になりましたから、はい、これから、そうですね、夏の計画をそろそろ練らなきゃっていう。あ、でもこれから沖縄はね、はい、梅雨ですから。あ、これから早めに沖縄梅雨に入りますから。なるほど。まあ、でもあの飛行機チケットが安くなるじゃない、はい、あの今予約して4月とか、ね、ただ7月とか9月とかに行く分にはまあ大丈夫です。ただあのビーチで日焼けしすぎるともう半端ない焼けますから、やけどってなりますからね。ービーチに救急車が到着しちゃうっていう現象も起きますから、皆さんその辺はね、気をつけて行っていただきたいなと思います。はい、